そろそろ覚えたよね。走る、曲がる、止まるね。だからこれはちゃんと見てあげる。始まりました。今日は24ヶ月シリーズの下回りの、この項目でいうとステアリングギアボックスとかロッドとかアーム類の緩み型損傷、あとブーツの損傷とかだね。これ、口で説明するより下回り見て見ながら説明していこうかな。で、今回の項目でいうと下回りのステアリングだからギアボックスだねのオイル漏れ、グリス型損傷、これだね。だいたいこれのグリス漏れというのはサイロットエンドのボールジョイントの中にグリスが入ってるから、それのブーツが切れてないか見る。これグリスが出てたりとかすると何がダメって、グリスがなくなると音が出たりとかもするし、ブーツが切れちゃうと水とかゴミが入って錆びちゃうのね、中が。で錆びてくると音が出る、最終そのボールジョイントが取れてタイヤが取れることにつながる可能性が大です、ボールジョイントのガタとか。だからこれはね、結構すぐ音出るからさ見てあげる。あとはステアリングってか、ギアボックスというのかな、別名の型、これねこうやって止まってることが多いんだよね。ブッシュがあって、でこのブッシュこれもゴムだから、このゴムがへたってくるとまたここにクリアランスができてガタ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 音が鳴ったりとかするんだ。それをね交換することも結構あるな、ステアリングギアボックスのこのブッシュ交換。中にはねつけ取りにくいのとか、なんでその向きで止まってるからみたいなのもあるんだけど、ノートのはやったことないな。それを見てあげる。ガタとか結構室内乗ってて伝わってくるレベル、室内乗って運転して気づく部分と、あとは下回りをこうやって見て手で揺らしてみて、この手の感覚のガタというのはいくらちっちゃいものでも重要です。であと下回りこうやって見てて、ステアリングとかもそうだけど、工具当てられるとこは当ててあげる。で今回この24ヶ月点検の項目で言うとステアリングで、過去にもいろいろ下回りのやってると思うから、これは全部の流れでできるものだから、項目で言うとこの動画で言うと今回はステアリングだけど、ついでにじゃあドラ車のグリスが出てないかとか、オイルが漏れてないかとか、全部ついでついでいちいち一個ずつチェックはしないからさ、流れでね、ステアリング見て終わりではなくて、ステアリング見たらついでに見れるものってすっごいいっぱいあるから、じゃあナックルが見えたりとかドラシャが見えたりとかするから、そのドラシャもグリス出てないかとか見てあげる。もうそろそろ覚えたよね、走る、曲がる、止まる重要だからね。だからステアリングが曲がるっていうところなので、だからこれはちゃんと見てあげる。ということで今日のメカニック TV はここまで。